バンクスはアメリカ合衆国オーレゴン州ワシントン郡にある都市2000年の国勢調査による市の人口は1286人2006年の推定人口は1435人であるバンクスは北緯45度36分51秒を整形123度6分39秒に一致しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば 市の面積は零点九キロ平方メートルで、すべてが陸地である。二千年現在の国勢調査で、この都市は人口千二百八十六人、四百四十世帯、および三百三十七家族が暮らしている。人口密度は千五百四点六平方キロメートルである。五百七十五点六平方キロメートルの平均的な密度に四百九十二件の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人91.14%、アフリカン・アメリカン0.39%、先住民0.31%、アジア1.79%、太平洋諸島系0.47%、その他の人種2.80%、および今月、本結3.11%である。人口の3.81%はヒスパニック、またはラテン系である。 440世帯のうち50.7%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、64.1%は夫婦で生活している。8.6%は未婚の女性が世帯主であり、23.4%は結婚していない。17.7%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、3.2%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.92人であり、結婚している家庭の場合は3.31人である。この都市内の住民は35.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.8%、25歳以上44歳以下が39.9%、45歳以上64歳以下が12.5%、 および65歳以上が4.0%にわたっている。中央値年齢は29歳である。女性100人ごとに対して男性は97.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.4人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は57,500米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は61,932米ドルである。 男性は42,330ベイドルに対して、女性は26,818ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人当たりの収入は21,354ベイドルである。人口の3.2%及び、家族の3.1%の収入は貧困線、以下である。全人口のうち18歳未満の2.1%、及び65歳以上の4.6%は、 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。